エンパ、ガンブリ構成やってみましょう。いくぜ、リーパー。エンパはガンブリ構成やってみるぜ。ドゥン。初動で、リジェネ1足りないんだよなぁ。2やもんね。リジェネ1足りない。どうだ。はい、吸血。で、ここで7消費して、エンパワー貯めて、いや、もう全然ダメだ。あー、これ負けるわ。え、むずっ。組むのむずっ。むっちゃむずい、これ。はー、なるほどな。エンパワー構成、構築難易度高すぎるな。まあちょっと真面目に目指すか。とりあえず糖度は1匹だけな。糖度が多すぎるとマナが溜まりすぎてできないってことが分かったから。なるほどな。むっついねこれ。アリジェネありがとうございます。はい。で、石炭の塊、いやこれ構築難易度高いですね。もうちょっとワクワクするぜ。こんな感じでいきます。ちょうど構築難易度高いからこそうまくいった時の脳汁がやばい。めっちゃむずい。これ縦で耐久しながらなんとかならん。ならんね。はい、最初の飯リーパー。うわアメトーク。いや、これは買わざるを得ない。買わざるを得ないです、レインボーマッチは。仕方ないです、これはもう。これはもう、佐賀なのです。で、カバン欲しいな。バナナいるな。バナナいるから買って、これで、一旦打ち止めの、次へです。はい。いけ！もう2時まで来ちゃうと分かれへん。何が来たら嬉しいんか。何が来たら嬉しいんだ。わかんないよ。じゃあ、人参は買おう。人参は買うけど。ナイス。とりあえず買った。お、リジェネ来た。いいね。いいよ。全然。悪くないよ、今のところ。こんな感じで行ってみるか。行け。虹はもう出たとこ勝負やな。何が来るか運や。出たものでエンパワーガンモリ構成試していこう。これは負けるか。弓で来てるからね相手に。あ、でも逆転したわ、毒で。ナイス。ブラインドがいい感じに効いたかな。よかったー。石ありがてえ。でこれフレイムねー。フレイムあるとな、ヒートってさ、溜めようと思うと溜まりやすすぎるから、にくいんだよな。こら、クリ早ー。いや、もう買っとこう。で、ここは、帽子買ってる場合ではない。カバンやな。これもう置かないんだったら意味ないから、これとこれで。で、カバン、こうして、よし！一旦これでいきます。で、バナナもう一本。ちょっと欲しいが、まあいいでしょう。シャベル2個積みまでいらんかった気するから、これでいくわ。まあ、硬い石は1個でいい。人参で出たとこ勝負していこう。あ、いいね。これ全バフ積み強いよな。エンパワーも積まれてるから、攻撃力1上がるもん、バカにならんし。さあ、疲労溜まってきて、夜の時間は私の時間。耐えきれば、リジェネで耐えて、無理か。無理か。毒で勝ちきれんかなと思ったんですけど。スライム来たね。人参1個も引けてないのよな。とりあえずリジェネ買って。あ、正直ちょっと先立つものがないし、こっから人参引ける保証もないから、スライムさんは買わない。おー、ドラゴンオーブね。
あ、でもヒートは貯める気ないから今回は関係ないな。で、石が意外と普通に出てくれる。いけさあ、ヒート獲得。リジェネ6。リジェネの回復効果もバカにならんはずやけどな。2秒ごとに6回復やろ。んで、3.73 秒ごとに体力を4回復。トゲが重いか。ナイス。いいよ。いいダメ入ってるよ。で、ブルーベリーいらない。いや、いらないな。しかもちょっとここ袋欲しい、ここ。リジェネ。リジェネ4つ目来たぞ。暗黒ハート用に。リジェネが揃ったな。半額はちょっと、さすがに欲しい。半額は買おう。フレイム打って。あ、いいんじゃないか。で、スライムさんは別にいらなくなったら捨てる。まだよ。お前はな。レア40なぁ。ちょっと待って、これ、かけたエメラルド、ちょっと欲しいけど、これ打って、ズタ袋引きに行きたい。ハンマー。ハンマーで進化させるものってなんかあるかな。まあ、これ、鍛冶屋のハンマー自体が、エンパワーでの強化が強いから、武器として使うっていう。エンパワーで増えるダメージが1追加やから、2ずつ増えていくんだよな。エンパワー50とか溜まったら、鍛冶屋のハンマーが100とかになるってこと？ちょっと見たいですね。買おう。予約で。カチカチハンマー。カチカチ石構成もあったけど、カチカチハンマー構成もおもろいから、それでいこう。よし。カバンは欲しいけどな。まあまあ、スタミナバッグじゃなくてもいいから、これでいくか。余裕あればドラゴンも育てたいけどね。まあ余裕あればやな、それは。さあ、全バフ乗られて。で、スライムくんが普通に強いから、まあまあな耐久力になってる。これ毒もあれば逆転するんじゃないか。ただ相手もヒートたまんねえよな。ヒートとトゲがたまると相手も強い。結局逆転しないか。無理か。ハートが残り2。やばい。おお、熱すぎ？待て、とりあえず、カバンやん、ここは。これは絶対欲しいので、牙打って、もう石じゃなくてカチカチハンマーの方向性でいくか。いや、でも石も置きたい。未練あり。どうじゃろね。次買ってくれへんかな。ちょっとハートの数が心もとなすぎる。頼む、買ってくれ。で、今何気にね、ラックの獲得手段がないから、ミスフォーチュンが来てもダメなんだよ、ね。うわぁ、熱いわー。初動でリジェネで、体力が段違いになった。おー、来たわー、これ。熱いねー。よっしゃ。リジェネがたくさんあるおかげで、体力が化け物になってる。あ、こっから無双かもな、一旦。耐久力が、高すぎる。暗黒ハート来た。はい。で、ウィッチ、置く。あー、ミセスか。あ、てか、おい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 。なんだ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 もうええか、スコップ。で、ミセス、お前も欲しいが、ちょっと回すわ。カバン来い。人参来た。ニンスラの夢が。で、石ね、2つでいいや。石袋来たら、それはそれでカチカチ石も作れるから、石1個と、これ打って、で、人参。うん。フルート、またはラックが取れる。あー、これ、フルートもちょっと欲しいな。そやね、フルート使ってたもんな。例の構成作ってる人も。これで行ってみよう。はい。いや、初動リジェネでね、
一気に体力上がるのが強いから、うん、でエンパワー、はい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 、準備はできてるぞ、頼むミスフォーチュン来てくれ。あ、でも幸運がないか、あぶねえなんとかやりきった。相手の方が完全に火力高かったから、暗黒ハートで体力が増えてなければ全然やばかったな。あぶねえ、来た来た、いいぞ、バックがない、トード来た、トード来た、主役が揃ってきている、熱い、トード来たぜ、よし、でフルート勝って、彼はいらないな今回はね、盾も置けないから打って、んで、うん、買わんか、あ、てかズタ袋来た、熱い、でこれカバンは欲しいな、とにかく肝心の人形が来ないのでお願いします。次、今めっちゃ熱いです、必要なもんは順調に揃ってきている、もうラックも獲得できるようになったから、いやほんとミスフォーチュン来てくれ、頼む、これ相手の火力が高すぎる、これ逆転するな、頑張れドク、お、いけるか、やりきれるか、ナイスナイス最初に稼いだ体力でなんとか叩き切ったな、よかったよかった、危なかった、なんとか叩き切ったぞ、よしよし最初に90増えんのがでかすぎる、おっと初動ラック要因、まぁ、ちょっと欲しいね、リバースいらない、はい、うわミセス来てくれんか、もう準備はできてるぞ、ミセス引きに行くわこれは、ちょ一旦フレーム買っといてみて、ミセス、おお、そのガチャの魅力には抗えない、無料ガチャやからね、バナナもういっか、うん、バナナ打ってフレーム打って無料ガチャまず引きます、はいはい、あー回復量アップか、ありやな、あっていうか今さ、今はまだそんなにラックがめっちゃいるわけじゃないから、こうの、こうしようか、いけミスフォーチュン引いてほしい、あプリズマティックソードめっちゃ使うねみんな、これ強いねよな、ただこれ太陽の鎧がないから周りにいろいろ置けてない、まだこのプリズムソードの進化を発揮できてない、これ太陽の鎧で神聖な炎を作りまくって、ね、これホーリーに当てたらね、こいつのダメージが死ぬほど上がるんですよね、それをできてないから、うん、全然大丈夫大丈夫、 OK、 まだ途中や、あれズタ袋2個目、いや無理だな、うん無理だ、カチャカチャハンマーでいこう、ちょっと一旦買ってみる、これとにかくここミセス、あ来た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 、お前だ、お前を待ってたんだよ、どうしようかな、まあこいついらんのは確定やから、これカバン買いたいけどラックはできるだけ欲しいからこうやな、うんこうです、で叱っといてこうだね、よし、じゃああとはこの子を進化させるためのポーションが欲しい、さあどうなる、まずこれエンパワーがたまり出すだろうか、見ましょう、いけ、主役は結構揃った、いいいい、エンパワーが盛り来てる、来た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 、よし、構成の基礎は整った、ハンマーハンマー36から39、石19から21いいいいよ非常にいいですよ、よしいいですよ、こうだな、さてでこれ買って、でまあこんな感じで、まあちょ回そうとりあえず、おおカバン来てくれた、ありがて、人参コンかな、人参スラバートさんに、あでもさ人参スラバートさんのエンパワー獲得って一時的なんよな、ね、人参って単体運用の方が良くない、
5秒間エンパワーを2獲得する。チーズ出てくれたらチーズスラバートさんも普通に強いからありやん。吸血スラバートさんでもさすがにエンパワーの方が先に取れるやろうからあり。あ、金スラがいっちゃ熱いけどな。まあでも宝石箱出たらやな。金スラでその俺が貯めてるエンパワーを取られるのが嫌やから、金スラがいっちゃ熱いけど、まあちょっと宝石箱今更引けたらですね。王冠は出るやろうけど、こっからテスラは無理。まあ、人すら、テス、人すら、金すら、チーすら、ぐらいやね。さあ、それでは。はい。あー、スペードのエースか。これ、ラック獲得要因ではあるんだよな。買うか。うん。あ、でも、今は意味なかった。まあ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 。いらなくて。あー、愚者。おー、愚者いいじゃん。最初にエンパワー1獲得やろ。で、来た。とうとう。とうとう来ちゃった。バナナ足り、スタミナ全然足りてるからバナナと、やっぱ石売るべ。んで、よっしゃ。よし、いい。で、愚者カードは次で行きましょう。はい。非常にいいですよ。整ってきました。だいぶ整ってきたな。これ。さあ、エンパワー。エンパワーがどんどん増えて。いい。あとはね、ミス・フォーチュンもっと欲しいな。あ、次よ。あ、そっか。でも、初動から相手の体力回復効果を 40% 減少させてるから相当強いんか。暗黒ハートの発動が早いと、これもあるから、すっごい強いんや。とか、全然回復してねえじゃんってことやん。なんかこんなもんかなって思ってしまったけど、確かに。そうやわ。10秒戦ってこんだけしか回復してないって相当やな。めっちゃ強いな。さあ。さあさあさあ。来ました。はい。で、愚者カードはいるね。愚者。で、これ買って。おお。おお。整ってきた。で、あともう何でもいいな。このトカゲのホロカードとかは弱いな。シナミレット。何がいる？あと。あとはもうミスフォーチューン引くだけやな。フルートとミスフォーチューンやな。はい。リジェネか。初動リジェネ足りてるから別にもういらないよね。ラッパッパ。ラッパ半額はまあ、シナジーとしてはありか。ラッパ、ちょ、ラッパ置くわ、とりあえず。チースラー熱いな。チーズ引かんかな。ちょっとこれ贅沢言いたくなる。ニンスラかチースラー行きたいよね。うん、ニンジン行きたいよね。えい。行け。わお！いっぱいいる、ニンジン。ニンジンでいっぱいエンパー貯めて。いや、でもエンパー構成はこっちの方が全然。全然ですよ。いやー足りない足りない。そのエンパワー足りない。残念ながら。あ、なるほどな。メシウマくんがあれば、そうだわ。別にバッジがなくてもどんな食べ物でも弾けるから、これはこれで熱いんか。あと、絵面が綺麗。すごく綺麗。非常に絵面が綺麗。あー、メシウマアミュレットもありやな。ちょっと、アミュレットガチャしていこう。余裕は出てきたから。ミセスか。まあ、ニンスラの方が構成的には合ってんねんけど、いいでしょ。これラッパ抜いてとりあえずもチーいきます。はい、ラッパ読んで売れる。おお、ぴったりや、ぴったりや。じゃあミセス買おう。はい、でミセス 3.5 秒後とか、うん、手を取り合ってこれでいこう。よっしゃ、夫婦がミスフォーチュンをあがめ立てまつる構成になってます。虹すら、虹、よかったね。虹のおかげでいろんなことできてるよ。レッツゴートゥン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 。エンパワー貯めろー。
いい、体力も高いし。で、これ最大体力バンバン増えていくからね、耐久もさらに強くなる、チースランになれば。エンパワーの獲得量がすごい。あ、でもこれ、相手も強い。あぶねえ。なんとか殴り切ったな、カジアとハンマーが。これ、暗黒ハートの相手の体力回復効果 40% 減も効いてるね、これ。いや、よう勝ったわ、これ。危な。カジアのハンマー。どういうこと？カジアのハンマーがメイン火力。石、石。これいいな。バカだな、このログ。いいな。めっちゃいいじゃん、これ。さあ、チースラ来たぞ。んで、さあ、何が欲しいかというと、もうとにかくミスフォーチュンやな。ミスフォーチュンが追加で欲しい。あ、では、キンスラーはもう慣れないんだ。え、でも、王冠置いてるだけでもいいな。俺確か、バフ取られ阻害あるよね。確か、王冠って。王冠。体力を5回復し、プラス効果の除去を打ち消す効果を1獲得する。うん。で、ワンチャン、この後スライムが来てくれたら、育てたっていい。パオ。これセットで来たからね。これはまあ使えっつってんだよな。ミセス、あ、ミスフォーチュンガチャしたいね。ここは。ちょ、カード一旦抜いて。はい。いらんな。チーズ追加。いらん。出ないね、人形が。まあまあいいでしょう。よし。じゃあちょっとこれで、いきます。いけ！レインボーバッジってさ、カバンから抜いても意味ないんじゃないかな、バッジ系って。バッジ系ってカバンから抜いても出るっていう仕様じゃない？ストーンバッジはそうなのね。他のバッジがそうなのかはちょっとよく分かってないんだけど。強い。いいねー。カジアのハンマーが常に最強火力出してる。OK。あ、ストーンバッジのってバグだったんや。あ、じゃあ外せば普通にいけんのね。なるほど、なるほど。へぇー。おい。とうとう、もう置いてもいいのではないか。初動でエンパワーガン来て、ミスフォーチュンあるから、とうとうもう一個置いとくと、ラックを獲得する術が増えるから、ありやよね。で、王冠が、無敵で罠も使うし、うん、とうとうもう一匹増やしてもいい時期でしょ。で、お、不愉快ヘルムもちょっと置きたくなるが、いやーでもこれ、あ、来た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 。これで、これでいこう。さあどうだ。あー、それ強いのよ、それ強いのよ。これ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 、うわー、やばい。これプリズマティックソードの火力すごいぞ。さあ、回復阻害と俺の耐久と、これはね、どっちも強い。どうだ、いい。でもエンパワーが溜まりだしたら、こっちの火力が化け物になって、石で勝った。プリズマティックソード、うわ、すげえな。クールダウン 0.81 のダメージ56とかいう、バケモンプリズマティックソードが完成しておりますが、やねんけど買ったで。エンパワー43までいってる。カズヤのハンマーで買った。ローズウィップで300ぐらい増えてて、チースラさんは言うて60ぐらいか。ああ、ほぼローズウィップだ。すげえ、ローズウィップ。ありがとう、ローズウィップ。チースラの起動早くしたいな。クールダウン 2.92 やろ。石 2.5 やから、まあ一応石の方が早いよな。ヒートがな、あ、王冠？王冠や。王冠こっちや。王冠や。王冠と石の位置交換で。王冠と石を交換。なんだなんだなんだ。いや、ラックが足りねえ。でも、ちょっと、買うんだけど。カバンが足りないんだよな。予約回しはできるだけしたくないんやけど、先にカバンがないと。あ、ちょっとカード組ませた。うわー、
そうね、予約回し弱いな。ミニカバンですって。もったいね。まあまあまあ、この形でいっか。はい。はい。では、いきます。ドン。ラックの変遷を見とこう。ラック全然足りひんと思うねんな、これ。変換するラックがありませんってなってると思う。フォーチュン的には。そうよね。ギリ足りてるか。ギリ、うん、ギリ足りてる。レインボーソラバート目指してるやん、ちょっと。なんでだよ。なんでなんでな。お、でも、エンパワー48まで溜まったぞ。おー、ってことは ?100 超えたんちゃう、ハンマーの火力。でん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 。てってて、あ、99! エンパワーで48までいければ100超えんのか。ちょっと、ラストで見たいな、その姿。見たいな。ミセスは無理。ちょっと待って、ラック貯めたい。ラックためが欲しいから、まあ、フルート、まあ、カバンがいるな、とりあえずな。人形もういいか。うん。ちょっと。よし、カバン。いいよ。で、まあ、一旦置いて。んで、あ、タロットもいらんわ。あ、でもね、スペードのエースはちょっとあり。糖度増えたらありやわ。糖度が増えてくれるのは全然あり。おお、ここに来て、ガチャの宣告。あ、糖度を早めることでラックを獲得するはありやな。あ、でもね、この、人参が、そのラックが4以上ある場合っていう状態にならないわ。正直。もうラック不足やからね、これ。うん。だから、人参残してもしゃあないかな。うん。ね、で、アミュレットガチャで、うん、そうだね。何がいるかというと、別に飯うまくんもいらんし、これか。あ、星のアイテムが最初早くなって、あ、リファンド 20% オブユーズバフズ。これ欲しい。アーマー獲得する機構もないから、アミュレットもいらんし。これだけなんやけど。いるのこれだけやわ。飯馬くんも飯がないよね、俺。うん。飯ないから飯馬くんいらんし。緑が一応あり。当たりはエナジー。その他は、大外れ。まあまあまあ、アミュレットオブライフもまだあり。最初に20もらえるからぐらいの。結構渋いガチャやな。いきます。ここに置きます。はい一番いらん。一番いらん。飯ない。飯がない。マジで一番いらん。もう、マジか、マジで一番いらんの来た。何もしない、こいつ。大外れ来た。ちょっと。どこにもあったら来たとて買えないのよ。ああ、大外れ置いといた方が良かったな、それだったら。なんかここでさ、石を引くっていう、1石引くっていうのあるかなと思うんですけど。うん、いい感じ。糖度を早めながら、まあまあ置いてるから、ラックは結構糖度が補充してくれるはず。いけお、似たようなことやってるけど、俺の方が強いぞ、多分これ。タロット構成のエンパワーカチカチ。でもこれエンパワーでさ、火力上げる対象が、無知自身しかなくない？いや、違うんすよ。ハンマーなんすよ、先輩。はい。というわけで、これはめっちゃ綺麗にできた。レインボーバッジ、様々やね。最強じゃない？いや、めっちゃいい形飲んできたわ。ガチガチハンマー。ちょっと100届かなかったんがちょっと残念ですけど。カジヤのハンマーダメージ99もできたんで。まあ、要は満足ですね。石もカチカチやし。いやー、よかった。これは非常に良かったです。いやー、よかった。満足したー。めっちゃ満足したー。最高や。
いい形できた。